なんかいいことでもあった？昨日幼馴染の結婚式があったんですけど、すごく素敵でまだ夢の中みたいです。へえ、やっぱ海でやるの？そうですね、シャチ同士なので。素晴らしい、あんだざしい。え？気にしたら負けだ。それで未来の自分はどうなってるんだろうって考えちゃって。30年後とか何やってるんだろうね。行ってみるか。蛍光ペンギン。2050年の日本はどうなるのか。行ってみるかって。2050年タイムマシーン。怪しい。侮ることなかれ。暇を持て余した技術開発部が片手間で作った究極のタイムマシンだぞ。神々の遊びみたいに言うな。いいからとにかく入ってみろ。ちょ、ペンギンどこ触ってんのさ。変なこと言うな。計画通り。2050年の街並み。ここは。うわー、これが30年後ですか。なんかいろいろ飛んでる。あれは街案内ロボットですかね。街も綺麗だな。でも緑は残っててなんか安心しました。わあ、みんな普通にマシンに乗って移動してるんですね。運動不足になりそうだがあれがあったら会社に行く気になるかも。お前の場合は絶対にならない。ちょっと街中を探索してみましょう。技術の進歩。僕英語なんて喋れないんですけど。ありがとうございます。でも今はプライベートなんで。日本語なんて通じないんじゃ。オーケーオーケー。ということはパンダとシャチとペンギンは珍しいから写真を撮りたかったらしい。自分たちは過去から来たので写真はまずいかなと思って。何君たちいつの間に英語喋れるようになったの？喋れませんよ。じゃなんで？自分の耳を見てください。シャチ君の耳ってどこにありました？あ、耳にマイクロチップが埋め込まれてて外国語も聞き取れるようになったんです。同じく。ずるい。どうして僕にはついてないな。耳の形状的につけにくかったんじゃないか。君たちの耳の方がつけにくいでしょうが。あれ見てください。何？火星旅行ですって。宇宙旅行も当たり前になってるのか。ロマンだね。自分は月に行きたいです。俺は宇宙から地球を見てみたいな。じゃあ僕は太陽。30年後でも太陽は無理だろ。空飛ぶ車。タクシーって書いてますよ。タクシーなら俺たちも乗れるんじゃないか。乗りたい。こんにちは。運転も AI だ。未来ですね。とりあえず街をぐるっと回ってもらおう。2050年の問題。上から見るとまた一味違うね。ああ、人と AI が共存してるって感じだな。あれ、ちょっと待ってください。何？美味しそうなお店でもあった？ここって30年前で言ったら渋谷あたりですよね。そうだな。大きな建物や道路の配置は簡単には変わらない。それにしては人が少なくありませんか？言われてみれば。30年後は人口ってどれくらいなんですかね。これで調べてみる？なんでスマホなんて持ってるんだ。なんかいつの間にか持ってた。設定がいい加減すぎる。まあまあ細かいことはいいじゃないの。2050年の日本の人口は約1億人だって。2020年が1億2000万人くらいですから2000万人減ってますね。結構減ってるな。どうしました？その中でも高齢者の割合が約 40% だって。超高齢化社会だな。何？なんか変な方向に走ってません？どこに向かってるんだ。超格差社会。さっきまで見てたハイテクな日本と同じ国なのか。どうしてこんなことになってるの？ここはもともと高級マンションだったみたいですね。あの人ここで暮らしてるのかな。他にもホームレスの人たちがたくさん暮らしてるみたいだ。どうも、今日はねスラム街でメントスコーラやってくよ。まだあのネタ流行ってるのか。あの人はお金持ちそう。本当にどうなってるんですか？2050年の日本は。何の音？パンダが持ってるスマホからみたいだぞ。2050年、AI の発達により多くの人が仕事を失うこととなりました。生き残ったのはクリエイター職などほんのわずかな職業のみ。人口減少と超高齢化、無視化、そして東京への人口集中により地方都市の多くは消滅しました。加えて目の前にあるかつての高級マンションのように多くのタワーマンションがスラム化。年金制度は崩壊し、激しい貧富の差によって多くの人々が苦しんでいます。これが2050年の日本の真実です。そんな。さっき見てきたのは日本の未来のほんの一部だったのか。つまりこのまま生きてたら年金ももらえず、おじいちゃんになっても働き続けなきゃいけないってこと。そういうことだな。そんなのダメだー。パンダさん、働かずしてお金がもらえる年金暮らしだけを楽しみに生きてるのに、そんなの絶対にダメ。どういう理由。こんな未来僕が変えてやる。帰還。帰ってきたか。どうだってみる。あんなん絶対ダメです。未来の辛い現実もしっかりと見てきたようだな。僕会社辞めます。どうしてそうなる。未来を変えられるのは僕しかいないんです。あんなに清き一票を、年金制度は僕が守ります。爆速で出馬したな。未来を見せることで少しでもお前たちが変わればと思ったんだな。ここまでとはな。仕事でもあれくらい働いてくれると助かるんだが。これで安心して未来に帰れる。どういう意味です。今まで黙っていたが、実は俺は2050年からやってきた未来人なんだ。すさんだ未来を変えるため、過去にやってきていろいろと動いていた。ここで働いていたのはカモフラージュだ。そんな。仕事を押し付けていたのは、その間に未来を変えようと動いていたからだぞ。そうだったんですか。ってことで、これもよろしく。おい、ただ仕事をサボりたいだけの口実だろ。じゃあ俺は未来を変えてくるぞ。待て。新章開幕、ゾンビ編。前回のあらすじ、会社で謎の死を遂げたシャチ、そして社内はゾンビであふれ返っていた。ゾンビになっちゃった。パンダ、やだ。ここから出よう。何言ってんだよ。ここで救助を待った方が。救助が来る確証なんてない。それにここには水も食料もないから自利品だ。あそこに行けば全部ある。あそこって抵抗ペンギンオンラインミュージアムだ。もう開催なんだね。そう、いよいよテーペンミュージアムが開催。無料展示だからみんな気軽にアクセスしてくれ。展示内容は3周年記念イラスト、初公開絵コンテと盛りだくさん。さらにここでしか買えない限定グッズもあるぞ。え、何があるの。ランダム7種のアクリルキーホルダー、俺たちのぬいぐるみ、その他たくさんだ。すごい、本当に全部あるね。開催期間はこちら。詳しくは概要欄をチェックだ。よし、みんな行くぞ、オンラインミュージアムへ。ペンギンって音痴いたのか。パンダ、次回その音を聞いたら終わり。いや、そこまでじゃないだろ。今からカラオケ行く。今日はやめとく。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が胸にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。